にちは、こんばんは。本日紹介する商品は、これからの冬にぴったりの寒さしのぎのヒーター内蔵ベスト、日本製のマイクロカーボンファイバーヒーター仕様の男女兼用タイプのベストのご紹介です。はい、購入してみました。お値段がね、Amazon で購入して5480円ということになりました。中国からの配送ですが、だいたい4日ぐらいで到着しました。はい、こういった感じで非常にね、着やすいですね。はい、上を脱いで、直気タイプなんでね、ベストタイプなんで、はい、こういうふうに腕も十分、作業の時に作業性もいいですね。はい、ここにかっこいいボタンがついてます。だいたいですね、このマイクロカーボンファイバーヒーター入りのこういったベストとか、そういったものはジャンパーとかはですね、だいたい万単位します、3万から4万、メーカー品のは4万とか6万とかするのが今売り出されて、だんだん人気になって、日本にもどんどん入ってきてますね。で、心で大中小の切り替え時に LED ランプで点灯するといったものです。内側のポケットにモバイルバッテリーので約1万ミリアンペアを内側に入れます。で、それでね、強で約4時間、中で6時間、だいたい一番低で、8時間ぐらい持ちます。それは大きさによりますけどね、モバイルバッテリーの。薄くて長めのものがいいと思います。それか、こう半分ぐらいの大きさで厚みがあるやつを1個。でもう一個、作業が長い方はもう一個こっちにポケットがあるんでね、そこに予備として入れとけば重さは感じません。はい、ここにヒーターのマイクロカーボンファイバーヒーターが背中と首の部分に入っております。3段階の温度調整でスイッチ一つで簡単操作ができると。で、なんて言いますかね、一番の違いは、回路、北海道を張ってるとですね、暑くなりすぎて作業途中こう汗かいてね、剥ぎたくなる時ありますよね。暑くなりすぎた場合はここで止めれば、はい、ヒーターは止まります。はい、またちょっと寒くなったなと思えば入れることができるんでね、非常にね、軽量で非常に役に立つものです。はい、ただね、雨にザーザー濡れた場合はちょっと感電の危険性があるといえばあるんですけどね。はい、そこまで雨にジャーザー、雨の中でする人はいないと思います。絶対あまり濡れた状態では使用しない方がいいと思います。それは注意事項に書いてありましたね。感電するってそんなにすごいものではないんで。はい、で、これがチャックの部分です。中お見せしますね。脱いでみます。長くなっても、はい、こんな感じですね。これは今着てるのは違いますよ。僕ので中ちょっと脱ぎました。私のが身長が171で、体重が58キロ、割とスリムなタイプで、はい、これ背中の部分ですね。はい、メッシュ加工の、はい、となんか高温性の高いアルミみたいな、はい、のが内側には貼ってあります。で、はい、こちらが、はい、チャック式になってまして、ここに、はい、モバイルバッテリーがこういう感じで入ってます。コードですね。抜き差しするときは必ず電源のこのコードを持って抜くと接続が切れたりしますんでね、必ずこのしっかりしたここの部分を持って抜き差ししてください。で、ここに入れます。内側のポケットに入れます。はい、こんな感じで内のポケットに入れます。はい、で、今ランプが、青がついております。で、着てみます。はい、これで M サイズです。男女兼用です。サイズは XL、XL もっと大きいサイズまでありますんでね、気になる方は URL 貼っておきます。倉庫関係で働いてる方、外で、仕事する方、今年ね、インフルエンザ流行ってますよね。全くね、寄せ付けない。体温が下がると免疫力も下がります。これは自分でね、調整できますし、薄いんでね、モコモコになりません。これが作業服として、ちょっと着てみますね。中に着たまま、はい、どんな服でもさっと着ておしゃれですね。色はこのネイビー、ブルーとブラックから選ぶことができます。はい、今ボタン電源入れて、これが一番低いモードです。はい、おしゃれですよね。これで最強モードレッドに変わりました。
はい、これが中モードのホワイトというふうで、ちょっと電源を落としますよ。はい、夜はこんなふうに居所も分かると、はい、いったものです。これが赤ですね。電源入れます。はい、こんな感じで赤と中がホワイトでブルー、ここワンタッチでボタンで長押しで電源が切れます。で長押しで電源が入ります。これが最強モードのレッドですね。はい、この点灯は準備モードです。はい、はい、そういったわけでね、こちら最強のヒーター内蔵ベスト、日本製のマイクロカーボンファイバーヒーターが入っております。まあ、選択はできません。はい、まあそういったところでね、ファブリーズとかで、はい、するか、あとはしっかり、濡らしたタオルで拭いたり汚れはして、使ってください。値段がね5480円なんでね、ワンシーズン使ったとしても十分です。これそんなにチャチーもんじゃないね。2シーズン使って5480円なら最高だと思います。またモバイルバッテリーは別売りになっておりますんで、値段の中には含まれておりません。そういったわけで購入してみました。こちらのベスト、あまりにも快適でね、こうあったかいんでね、ぜひおすすめしたくて今日は動画投稿いたしました。はい、そういった気になる方はぜひ、はい、このおしゃれな、ここがいいですよね。ボタンでブルーとかこう切り替わる、非常にね未来的でいい、日本製のマイクロカーボンファイバーヒーターを使った男女兼用のヒーター内蔵ベストのご紹介でした。またいい商品があったらご紹介したいと思います。では見てくれてありがとうございます。ではまたです。寒い冬、インフルエンザに気をつけてください。ではまたです。さよなら。